おい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 お前らな、ちょっとお前ら今からな、この名札つけ、名札つけて、名札つけて、小笠原やな、うん、今度、はい、実は今からね、お客さんが来ね、この学校の理事長や、だから大人の人が多いんですか、何がやねん、どん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 、いやそんな勘ぐるなよ、理事長や、理事長、理事 長、これはこれ、理事長、理事長、わざわざお越しいただきまして、おはようございます、理事長です、まさかまさか、そうですよ、大人を集めた理事長です、いや君らびっくりしてないわけだ、山田県出身です、あ、理事長です、正直参りました、急にそんな理事長に勝つやつが来ない、お前らなびっくりして緊張してるかもしれんけどな、俺ら2倍緊張してるお前すいません、何だその甘い態度、お前大丈夫だ、謝れよ、すいませんでした、投げたの負けたよ、ご存知ですか皆さん、あ、私ね、あのさんまのまんまに、はい、あの来ていただいたことがあります、改めて自己紹介を、はい、君から、はい、お願いします、はい、はい、ミルクとミルキーを混ぜるだけあっという間にミルキー、奈良県出身19歳の渡辺ミルキーです、よろしくお願いします、お願いします、さんまさんがただただにやけるだけってなかなかないよ、じゃあどんどん行きましょう、はい、事件だよ、ナナ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 、みんなのハートを逮捕しちゃうぞ、大阪府出身、21歳の山田奈々です、よろしくお願いします、いや、はい、全員いらんで、いや今から倍以上ありますからね、勘弁してた